恵方巻きを作ります。人参 40g を入れ、20回ほど分ぶ々んぶん引っ張ります。耐熱皿に移し、500ワットのレンジで1分ほど加熱します。ご飯 230g に、市販の酢酢 20cc、加熱した人参を入れ混ぜ合わせます。 巻き酢に焼き海苔を乗せ、酢飯を広げます。サニーレタスを手前側に引き、厚焼き卵、きゅうり、カニカマ、マヨネーズを乗せ、手前の海苔の端を酢飯の終わりにつけるように巻きます。しっかり押さえ、5分ほど置いて完成です。